マリサ強すぎかよ。なんだって俺はゆくぶら最強の男、狙うは世界一、地元のお友達ごときに負けてちゃ話にならないんだぜ。俺の名はキリサメマリサ。俺はゆくぶら、通称大まんじゅうゆっくりブラザーズという格闘ゲームで全国レベルの強さを誇る、ゲームの達人として学校で恐れられてるんだぜ。しかし、学校の奴らはみんな弱い、だから戦いがいがなくてつまらないが、友達付き合いのためだと思って仕方なく対戦してやってるぜ。最近思うんだけどさ、マリサうざくね。わかるよ、あいつゆくぶらしか取り得ないのに無駄に調子乗ってるんだよな。社会はゆくぶらが全て、だとでも思ってそうだよな。あーマジでそれな。めっちゃゲームのことでマウント取ってくるもん。ゆくぶら以外の遊びになると絶対勝てないから、あいつ露骨に不機嫌になるし、お前もあいつに負けないくらい低スペックだろうが、勉強も運動もできない、友達も私らしかいないし、おまけにゲームはあいつと違って何一つできない。やば、お前マリサにスペックで負けてるんじゃないの。今からでも自分磨いた方がいいぞ。ふっ、そんな私にもマリサに勝ってるところが一つだけあるんだよな。どこだよ。先日、彼氏ができた。マジかよ。はぁ、学校つまんねえし興味ねえ。あんなところ行くならゆくぶらのトレーニングしないと。最近、俺に勝てなさすぎるからなのか、ついに誰も俺をゆくぶらに誘ってこなくなった。まあいいさ、あいつらみたいなゆくぶらで特殊技すら満足に使えない。哀れな連中と同じ土俵に上がらされるなんてごめんだ。グラウマ系、必殺、物理攻撃。なんやねん、結局また雑魚だったわ。最近のオンライン部屋はほとんどこういう練習相手にもならん雑魚ばっかりだよ。こういうのばっかりなせいで俺の腕が鈍っていくんだよな。ああ、勝率 95% 以下のやつ全員死刑にならねえかな。しかしそんな俺にも憧れている人がいた。ゆくぶらの世界王者、ゆくぶらおさんだ。彼は18歳にして世界王者になった、ゆくぶら界最強のプレイヤー。俺が唯一、この人のプレイだけは一生真似できないと確信したんだ。俺はゆくさんという目標がいたから、今まで努力してこれたんだ。そして今日ついに。ゆくさん。ずっと応援してました。ありがとう。この後のオフ会の時もよろしくお願いします。僕、あなたのように強くなって、プロゲーマーになるのが夢なんです。そうなんだ、光栄だよ。君、プレイヤー名は？はい、マリッツァって名前です。ふむふむ。あ。負けた対戦相手をネットの掲示板で誹謗中傷してる全国ランカーって、君だよね。え、だって弱い奴みじめじゃないですか。勉強だのなんだの言って、ろくなトレーニング積んでないのに、オンライン部屋にしゃしゃり出てくるなんて。君、俺の仲間の間でもさ、クソプレイヤーとしてすごく有名だよ。あんまり言いたかないけどさ。せっかく握手会に来たのにクソってなんですか？どこがクソなんですか？君はまだ子供だからそういう行動に走っちゃうのもわからなくもないよ。カッコつけ方を間違えてるだけだ。だけど君は負けた対戦相手を掲示板で誹謗中傷し続ける、迷惑プレイヤーなんだよ。さっきプロになりたいとか言ってたけど、過去に迷惑行為を繰り返してたプレイヤーに、企業が金出すと思う。そんなの関係ない。強さが正義です。強ければ金が手に入る。そうなるべきです。はっきり言って、プロゲーマー舐めすぎだよ君。うまければ食ってけるなんて、そんな甘いもんじゃないよ。結局金出してくれるのはスポンサーさんなんだから、君みたいな過去に悪評の立ったプレイヤーに支援して、企業の評判落としたくないでしょ。だから君はプロになれないって言ってんの。あと掲示板にちょっと隠したのランカー氏の悪口で、あいつはガードのタイミングがめちゃくちゃ、ガードもまともにできないやつなんか死刑になれよ。俺から言わせれば君の攻撃のコンビネーションもめちゃくちゃだよ。まだ大した技術も持ってないのに人を偉そうに批判するのもいい加減にしろよ。はっきり言って、少なくとも俺や俺の仲間はみんな君のことが嫌いだ。せっかく握手会に来てくれたのに悪いが、君は大したプレイスキルもないのにマナーも最悪の、何の魅力もないプレイヤーだ。そんなんじゃプロなんか無理だよ。じゃあね。そんな。ゆく。あんなキモいプレイヤーだとは思わなかった。とにかく死ぬ気で練習して、公式戦でゆくを絶対に倒してやる。今日言ったことを全部謝罪させてやる。何がマナーだよ、プロのくせに甘ったるいこと言いやがって。自分より弱い奴は反論しようのないクズ。そんな簡単な理屈もわからないバカだったとはね。マリサ、もう3ヶ月くらいずっと学校来てないな。ずっとゆくぶらやってんじゃないの。ゆくぶらなんてどうせみんな飽きてるし、マリサに居場所なんてないよね。ほんとだよな。マリサさんが3ヶ月以上来てない上に、1週間以上音信不通になった。今日家庭訪問しに行くので、なんか仲の良さそうなサナエとレイムは一緒に来てくれ。マジかよ。こいつも弱いな。後で掲示板で誹謗中傷して、制裁してやらなきゃ。おいマリサ、いつまでゆくぶらしてんだよ。そうだぞ、プロゲーマー目指してるとか言ってたけど、だからって学校サボってずっとゲームしてていいわけないでしょ。なんだ、決め主に言われてきたのか。だったらこう伝えろ。人の家に自分の生徒を勝手に上がらせるな。てめえの教育はどうなってるんだ。ってな。てめえこそ自分が強いからって人のこと散々見下したような態度取りやがって。本当だよ、遊ぶたびに弱いだのダメだの。私たちはゆくぶらを楽しみに来たのに。マリサは強さや技術のことばっかり。うるせえ、お前らそこまで俺のことコケにしやがって、俺と戦いてえか。あ、何のつもりだ。くらえ、俺の必殺技、物理攻撃。言った？いきなり何するのマリサ。は、戦いになったらゲージが0になるまで攻撃し続けるんだろ。当たり前じゃねえか。は、マリサ何を言って？やばい、こいつ現実とゆくぶらの区別がつかなくなってるぞ。このアイテムでぶん殴ってやる。あ、危ない。お前、何やってんだよ。最後はこのアイテムで蹴りつけてやるぜ。これでゲームセットだ。ゆくぶらにそんなアイテムねえわ。マリサ自分が何してるのかわかってるの。やめろ。さあ、これでお前らの HP はゼロだ。くたばれ。お前そんなもの振りかざしてんじゃねえよ、ドアホ。先生。
いいか、お前がこういうことをした以上、絶叫とかで済ませることはできない。残念だがマリサ、お前は少年院に連れてかれて、しばらくは学校の友達には会えないかもしれない。ふん、何が学校だ、みんな俺のこと嫌ってたくせに、二度と戻るか。そうか。じゃあ、院に行くことになっても元気でやれよ。先生、マリサ、警察に連れてかれちゃうの、まだ高校生にもなってないのに。安心しろ。マリサは少年院っていう、牢屋とかとは違う、いろいろなことを学ぶところに行くんだ。牢屋と違ってマリサの将来は守られる。社会にちゃんと出られるように構成する施設だからな。そう。だからあいつはまだゲームセットってわけではないんだ。